皆さんこんにちは、セットでございます。レッチプレイキー2004やっていきましょう。では追加情報ですね。吉野さんが筋肉のハリス使い以外は追加の怪我にありません。登録抹消もありませんね。では試合の方に行きましょう。カードが変わります。今日からタイガースはベイスターズとハマスター3連戦。初戦は下柳さん、そしてスターメン平間さんが好調。金ケイトさんの代わりに行きましょう。ああ、守備だね、あと。はい、これで行きましょう。で、ベイスターズの先発は門倉さんです。タイガース、連勝街道まっしぐら、好調を維持しています。本日は大歓声のここ、横浜スタジアムから、ベイスターズ対タイガースの試合を実況三宅がお伝えしてまいります。マウンドの門倉、フォームをコンパクトに改造し、がぜん制球力をつけてきました。四隅を狙って、バッタ懸命に下がって、フェンス直撃です。さらにセカンドへ。惜しい。ノーアウトからランナーが出ました。赤星、2003年は40本を超える内野安打を放っています。レフト線、これはわずかに外れてファール。速球でどんどん来ます。一気に勝負してくるか。ここで一球外してきました。追い込んでからは落差のあるフォークが威力を発揮します。門倉、打球はサードへ、セカンドランナー三塁へ。アウトを一つ取りました。とにかく先制点を入れて流れを作りたい。左中間どうだ、届きました。ホームラン。打球は左中間スタンドに吸い込まれていった。見事なホームランです。若武者、ここで先制して勢いをつけましたタイガース。これで早くも2点のリードです。強いリストで変化球に合わせるのが得意です浜中。どの球を狙ってくるか。バッタ難なく掴んでいます。落ちるボールにはかなりの強さを見せる檜山、変化球は注意が必要です。センターへ、センター交代、フェンス直撃です。一塁を回ってセカンドへ。低めの変化球には絶対の自信を持つ金本、内外を読んで敵、初球から来た。2者連続ヒットになりました。この場面で強気のピッチングができるか。ストレートから入った。速球でどんどん来ます。ボールか。ストレートを中心に組み立てていますが、さあ次のボールはどうか。一二塁間、タイガース追加点を入れました。アリアス、ここでタイムリーヒットを放ちました。門倉、立ち上がりが見られています。2003年はファーストストライクの打率4割6分7厘を残しています。当たりは今一つ。掴んでアウトになりました。1回の表、若武者ツーランホームランを放ち先制に成功しました。下柳の生命線はバッターの手元で鋭く切れる変化球、これを左右に散らされると相当厄介です。この球には手を出しません。さあバッターボックスには金城、ピッチャーの術中にはまっています。ピッチャー、ここは決め球で勝負に出るか。3球三振です。
もともと石井はピッチャーとして入団し勝利を飾ったこともあります。1軍での勝利経験もある選手で1500安打を放ったのは史上4人目の快挙です。多彩な変化球でどう攻めてくるか。打球はセカンドへ、一塁は余裕を持ってアウト。さあこのイニングを3人で抑えることができるか。この球には手を出しません。ツーナッシング。ピッチャーここは決め球で勝負に出るか。そして一塁は1回の裏下柳、この回三者凡退に切って取っています。ここは確実にアウトカウントを稼いでおきたい。先頭ランナーが塁に出ました。2003年は首位打者に加え初球ホームランの記録も作っています。打球はショートへ、二塁は二塁フォースアウト。643ダブルプレー。門倉ここは注文通りの投球で仕留めています。さあこのイニングを3人で抑えることができるか。流し打ち、どうか、掴んで3アウト。2回の表の攻撃が終了しまして、この回のタイガースランナーを出しましたが無得点に終わっています。インサイド高めを打つ技術に優れたウッズ、不用意な攻めは禁物です。際どいところに入りました。非常に怖いバッターを迎えています。これで平行カウント。ピッチャーここは決め球で勝負に出るか。打ち取りました。左ピッチャーには非常に相性がいい田村、ファーストストライクから積極的に振ってきます。バッター難なく掴んでいます。変化球ならお手の物、とりわけスライダーとカーブにはめっぽう強い選手です。さあこのイニングを3人で抑えることができるか。村田ピッチャーの術中にはまっています。ピッチャーここは決め球で勝負に出るか。3球三振です。2回の裏の攻撃が終了しまして、この回のベイスターズ3人で攻撃を終わっています。塁には出したくないバッターです。これで平行カウント。ジャストミート。先頭ランナーが塁に出ました。ランナーは俊足、変化球は投げにくい状況だがどうか。初球スチール、二塁へ、スチール成功。岡田との勝負となりました。ここはランナーに軍配、盗塁成功です。若武者絶好調、最近5試合での成績は4割を超えています。浜中一二塁間、あーこぼした。2者連続ヒットになりました。ここ一番でヒットを打てる
勝負強さもあります。得意のアウトコースジャストミート、レフトセンターバック頭の上を越えた。今ランナー悠々とホームイン、一塁ランナー一気にホームイン。木山ここでタイムリーツーベースを放ちました。田所踏ん張ることができません。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上森、高校時代1試合23個の三振を奪ってノーヒットノーランを達成したこともある森、その潜在能力の高さは球界随一です。打ち上げてしまいました。難なく取りました。右中間狙いのバッティングをものにして左投手は完全に攻略しました。レフトはどうか、レフトグラブを構えた、これも打ち取った。スコアリングポジションにはランナーがいます。ランナーはありません。流し打ち、難なく掴んでいます。3点差で迎えた3回の表、タイガース追加点を入れてさらに差を広げています。2打席目以降の打率がぐーんと跳ね上がる傾向がある内川、一度見たピッチャーは必ず仕留めるのは天才打者ならではか。さあバッターボックスには内川、センター落下点に入りました。柔らかなスイングで広角に打てるのが相川の魅力です。左中間への打球だがどうか、レフト落下点に入りました。さあこのイニングを3人で抑えることができるか。際どいところに入りました。ピッチャーここは決め球で勝負に出るか。三球三振です。3回の裏下柳、この回三者凡退に切って取っています。驚くべきバットコントロールの技術を持つ今岡、インコースの難しい球も腕を畳んで難なく打ち返します。今日はツーベースが1本あります。センターへ、わあ打ち込んだ、センターバック、はい、よく追いつきました。今日はまだヒットがありません。赤星、ジュー抜けるか、今日は2安打のうち1本はホームランという活躍です。若武者、初球スチール、2塁へスチール成功、
絶好調。最近5試合での成績は4割を超えています。若武者早くも追い詰めました。一気に勝負してくるか。打球はショートへ、セカンドランナー三塁へ。2者連続ヒットになりました。タイガース追加点のチャンスです。初球スチール、二塁へ、スチール成功。これはピッチャーうまい配球。一気に勝負してくるか。ここで一球外してきました。この段階で決めてくるか。センターへ飛んだ。続いてホームへ、ホームインです。浜中ここでタイムリーヒットを放ちました。森ストレートが甘く入ってしまいました。すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。左中間への打球だがどうか。追いつけない。一塁ランナー三塁へ。この場面で強気のピッチングができるか。ストレートから入った。絶好調。最近5試合での成績は4割を超えています。金本一気に勝負してくるか。さあ犠牲フライになるか。どうか。この位置から間に合うか。三塁ランナースタート。ボールは返ってこない。なんとか悪い流れを食い止めることができるか。田崎のストレートに秘められた力は絶大。直球待ちの打者でもものの見事に三振。一塁はこれも打ち取った。4回の表タイガース追加点を入れてさらに差を広げています。左右どちらの打席でも高い打率が残せる近所。変化球への対応がさらなる進化の鍵です。この球には手を出しません。下柳素晴らしいピッチングを見せています。ツーナッシング。さあ決め球を使ってくるのか。流し打ち、ライト落下点に入りました。この球には手を出しません。打ち取ったか。一塁送球。さあこのイニングを3人で抑えることができるか。この球には手を出しません。バッタライト落下点に入りました。下柳安定感抜群のマウンドです。4回の裏下柳相手打線を3人で抑えています。ピッチャーは田崎。流し打ち、どうか。よく追いつきました。長身から投げ込む角度があるフォークも田崎の持ち味。左バッターには外角へ逃げるフォークが効果的です。今日はヒットを1本放っています。
これで平行カウント。この球も見ました。外外と来ています。さあ次の1球は。一塁へ、これはアウト。さあこのイニングを3人で抑えることができるか。左中間への打球だがどうか。わずかに届きません。一塁を回ってセカンドへ、ランナーセーフ。得点圏までランナーが進んでいます。打球はサードへ、一塁送球、余裕を持ってアウト。5回の表の攻撃が終了しまして、この回のタイガース大きなチャンスを得ましたが、スコアボードにはゼロの文字が入っています。史上空前の長距離砲ウッズ、壺にはまればスタンドの一番高いところに特大弾を打ち込みます。打球はショートへ。田村は尻上がりに調子を上げていくタイプ。打席を重ねるごとにヒットの確率が上がっていきます。バッター、難なく掴んでいます。追い込まれる前に仕留めるのが村田のスタイル。カウントを取りに来た甘い球は逃さず打て、打ち上げてしまいました。これで3アウト。5回の裏の攻撃が終了しまして、この回のベイスターズ3人で攻撃を終わっています。塁には出したくないバッターです。ピッチャー返し、先頭ランナーが塁に出ました。ランナーは一塁。初球から足を絡めてきた、二塁へ。ランナーの足が勝りました。バッター読みが外れたか。一気に勝負してくるか。打球はセカンドへ、ランナー三塁へ向かう。ここでワンアウト。得点圏までランナーが進んでいます。これは平凡な当たり、ランナーホームへ、行けるのか。これも打ち取った。この場面で強気のピッチングができるか。変化球から入った。落下点に入った、仕留めました。6回の表の攻撃が終了しまして、この回のタイガース大きなチャンスを得ましたが、スコアボードにはゼロの文字が入っています。下柳、素晴らしいピッチングを見せています。この球には手を出しません。ツーナッシング、さあ決め球を使ってくるのか。三球三振です。ボールを拾うバッティングが相川の真骨頂です。ピッチャー変化球は注意したい。この球には手を出しません。ランナーはありません。これで平行カウント。ピッチャーここは決め球で勝負に出るか。打球はよく取った。あーしまった、何してんね悠々セーフ、下に入っちゃった。代打には小田島、
なんとかつないでチャンスを広げることができるか。向かってくるボールに思いっきり踏み込んでくる小田島、懐を攻めてくる左投手に相性がいい。もっと塁を埋めていきたい。この球には手を出しません。ピッチャーここは決め球で勝負に出るか。ジャストミート、ライトセンターバック、フェンス直撃です。ボールは二塁へ、一塁ランナー三塁へ。2000年に首位打者と新人王をダブル受賞した金城、これは史上初の快挙でした。三塁までランナーが進んでいます。ライトへ飛んだ、ちょっと浅いフライだがどうか。三塁ランナースタート、ホームインです。この犠牲フライでランナーホームイン、ベイスターズ追撃しています。すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。二遊間よく取った、これは好プレイ。6回の裏、ベイスターズこの回反撃し点を入れましたが、依然点差は大きく開いたままです。ここでリリーフ登板となりました、マウンド上加藤。投球テンポが非常にいい加藤、軽快なリズムを奏でながら投げています。打球はファーストへ、先頭ランナーが塁に出ました。ピッチャーは加藤、初球スチール、打ち上げてしまいました。難なく掴んでいます。ここでワンアウト。この場面で代打を出してきました、バッターボックス片岡。左バッターの外角に逃げていくシンカーのキレは抜群、右ピッチャーながらセンターへ、よく追いついた。あら、あっと戻りきれません。あかんか。7回の表の攻撃が終了しまして、この回のタイガース、ランナーを出しましたが無得点に終わっています。はい、リリーフは今日は初戦だからウィリアムさんでいきましょう。タイガース勝利へ向けて盤石のリレーを見せています。真横に滑っていくウィリアムスのスライダー、分かっていてもなかなか打てません。打ち上げてしまいました、難なく掴んでいます。ウィリアムスのボールは右打席から見ると体の真正面から向かってくるような怖さがあります。短いイニングで打ち崩すのは至難の技でしょう。ピッチャーはウィリアムス、ツーナッシング、早くも追い詰めました。これは平凡な当たり、一塁は余裕を持ってアウト。点差は大きく開いていますが、最後まで何が起こるか分かりません。際どいところに入りました。ツーナッシング、一気に勝負してくるか。打ち上げてしまいました、掴んでスリーアウト。7回の裏の攻撃が終了しまして、この回のベイスターズ3人で攻撃を終わっています。点差は大きく開いていますが、最後まで何が起こるか分かりません。ベースを踏んでアウト。今日はヒットを1本放っています。
球でどんどん来ます。早くも追い詰めました。打球は三遊間へ。ここは一発も期待できる場面。初球スチール、二塁へ。これで平行カウント。打球はショートへ。セカンドランナー三塁へ。これは強肩、ホームインです。若武者、ここでタイムリーヒットを放ちました。あと追加点を許しています。明暗がくっきりと分かれている両チーム。初球スチール、二塁へ。スチール成功。一気に勝負してくるか。ライトはどうか。ライトグラブを構えた。さあツーアウトになりました。タイガース追加点のチャンスです。初球は外してきました。木山、最近5試合の打率は3割以上と打撃好調です。内角をよく見ています。ぐいぐい内角をついてきています。さあ次の1球は、さあ勝負球です。フルカウント。両者待ったなしです。スイングアウト。もうこれ以上の追加点はやれません。投手武蔵の投球で三振を奪っています。加藤、8回の表、若武者、この終盤に来ての活躍は大量リードを奪うことに成功しています。点差は大きく開いていますが、最後まで何が起こるか分かりません。左中間への打球だがどうか。おお、飛びついた。この場面で代打を出してきました。バッターボックス、種田。種田のシンボルマークはもちろんガニ股打法。インコースを意識したらこの超個性的なフォームになったそうです。ランナーはありません。タイミングを外して打たせました。そして一塁は早くもツーアウトになりました。さあこのイニングを3人で抑えることができるか。おお、飛びついた。8回の裏の攻撃が終了しまして、この回のベイスターズ3人で攻撃を終わっています。今のところ疲れは見せていません。加藤、打球はショートへ。一塁は余裕を持ってアウト。打球はサードへ。一塁回ってセカンドへ。得点圏までランナーが進んでいます。
2者連続ヒットになりました。三塁までランナーが進んでいます。一塁ランナースタート。微妙なタイミング、セーフ。あっと選手が倒れています。大丈夫でしょうか。どうやら大丈夫のようです。場内からも拍手が起きています。三遊間、ランナー三塁へ向かう。これで3者連続ヒット。この場面で強気のピッチングができるか。左中間、どうだ、抜けた、悠々ホームイン。一塁ランナー一気にホームイン。今岡、ここでタイムリーツーベースを放ちました。今岡、これで今日猛打賞。なんとか悪い流れを食い止めることができるか。ストレートのキレが良ければ鈍行列車の変化球も生きてくる。スクリュー気味に落ちるフォークもあります。吉見、タイガース、ここで追加点を入れてダメを押すことができるか。明暗がくっきりと分かれている両チーム。初球は外してきました。キンケード、ここ最近5試合で打率5割以上、バッテリーは要注意でしょう。ああ、これも外れてノースリーになりました。ぐいぐい内角をついてきています。さあ次の1球は確実に入れていきたい。ファウルボール。さあこの1球、打球はサードへ、セカンドランナー3塁へ、余裕を持ってアウト。ここはきっちりと抑えなくてはいけません。中間、どうだ、抜けた。タイガース追加点。勝負あったか。若武者、ここでタイムリーツーベースを放ちました。吉見、ストレートが甘く入ってしまいました。さあ浜中、吉見とは同じ和歌山県出身で同い年、強っ。これはアウト。9回の表、さあこの表の攻撃で大差をつけていますタイガース。この場面で代打を出してきました。バッターボックス古木、前でさばくバッティングが持ち味の古木、強いリストで弾き返し打球をぐんぐん飛ばしていきます。落ち際の球をうまく捉える技術に長けた古木、レフト方向にもでかい当たりが飛ばせます。一二塁間抜けるか、よく取った。ランナーはありません。打ち取ったか。そして一塁はあと一人、踏ん張れるか。いいコースに決まりました。
ファウルボール。あと1球。これでゲームセット。優勝へのカウントダウン、マジック点灯です、タイガース。この試合の模様は実況三宅でお伝えしてまいりました。それでは皆さんごきげんよう。はい、というわけで勝った下柳さん98勝目、敗れた門倉さん9敗目、ウィリアムさんが32戦目となりました。ホームランは2本、猫ちゃん69号、矢野さん15号ですね。久方に矢野さんホームラン出たかなという印象ですね。今日はタイガース24安打打ちまくりました。猫ちゃん6-6で、モダショ今岡さん、檜山さん、有安さんね、有安さんもねライナー性のあたりやって打球がなかなかね上がらないんですけどね、先発全員安打で、ウィリアムさんもねおまけでヒットが出ましたよね。で投手の成績の方は下柳さん6回を投げて奪三振5、被安打たったの1、ちょっとエラー絡みでねヒット打たれちゃいまして、そこがね失点につながって残念でしたけどね。ウィリアムさん今日は3回パーフェクトというピッチングでした。はい、ということでね、なかなかちょっとフルスイングやってるとね当たり損ないがねフライアウトとかねボテボテのフォローになっちゃうこと多いんですけど、まあまあハマスターなんでね、ちょっと2戦目3戦目もねガンガンちょっと大きいの狙っていきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。それではさよなら。